憧れガールズコレクション、ワンニャン動物病院、ペットを助ける大事なお仕事。ああ、君が今日から入ってくる新人さんだな。俺は獣医の神楽直人。これからよろしく。お、元気がいいな。頼もしいぜ。ただ、実は俺、昨日の夜に運び込まれた急な病気のワンニャンを治療していて、もうクタクタなんだ。今日は帰って休むように言われているから、一緒にお仕事するのはまた今度な。奥の部屋に行けばユウマ先生って人が今日のお仕事について教え。じゃ頑張ってな。あなたは新人の獣医さんですね。はい、僕はこの病院で獣医をしている新井優馬と言います。よろしくお願いします。それではお仕事を始めてもらう前に、まずロッカー室に案内しますので、ついてきてください。
ここのロッカー室の奥から2番目のロッカーに制服が入っていますので、着替えてきてください。僕はその間別のお仕事をしていますので、着替えが終わりましたら休憩室で待っていてください。休憩室はロッカー室の横の部屋です。ではお願いします。お待たせしてすみません。少し集中しすぎてしまいました。僕は少しでも多くの動物を治してあげたいと思っているだけですよ。では実際のお仕事の前に院長先生へ挨拶に行きましょう。ここが院長室です。失礼します。お疲れ様です。ユーマさん、案内ありがとうございます。いえ、では僕は先にお仕事へ戻り、はい、お願いします。これから同じ獣医としてお仕事頑張りましょう。はじめまして、委員長の白雪さくらです。よろしくお願いしますね。頼もしいですね。新人のうちはいろいろと覚えることが多くて大変だと思いますが、きっと大丈夫だと信じています。先輩たちのやり方を見習って一人前の獣医になれるように頑張ってください。失礼します。院長、頼まれていたカルテの整理が終わりました。ああ、カナメさん、急な頼み事を聞いてくれてありがとうございます。いえいえ、これが僕のお仕事ですから。それでは早速ですが、新人獣医さんのサポートをお願いします。おや、もしかして今日からこの病院で働く新人獣医さん？僕は動物看護師の西園寺かなめです。困ったことがありましたら何でも聞いてくださいね。動物看護師のお仕事は獣医の先生たちをサポートすることです。今日は新人獣医さんのサポートをさせていただきますね。ではお二人とも今日はよろしくお願いしますね。
初めてのお仕事なのにワクワクできるなんて頼もしいですね。期待していますよ。では行きましょうか。第三診察室に案内しますのでついてきてください。ところでどうして動物病院でお仕事しようと思ったのですか？僕も猫ちゃん好きですよ。可愛いですからね。なるほど、好きな動物たちを救いたくて獣医になったというわけですね。その気持ちを忘れずにお仕事頑張りましょう。ここが第三診察室です。それではお仕事を始めようと思うのですが、かなめさん、少しいいですか？おや、どうしました？ゆうまくん、なるほど、早速ですが、怪我をした動物たちがいるようです。こちらの診察室で治療しますので、少し待っていてください。お待たせしました。このワンちゃんは散歩中に転んで、足に擦り傷を負ってしまったみたいです。消毒をお願いしたいのですが、準備はいいですか？頼もしいですね。それではお願いします。お疲れ様です。うまくできましたね。この調子で次もお願いします。次の猫ちゃんは家で遊んでいたらおもちゃが目にぶつかってその目が充血してしまったみたいです。目薬での治療をお願いできますか？それではお願いします。お疲れ様です。今日はもう治療予定のワンニャンはいませんので、お仕事を終わりにしましょうか。明日からは診察もお願いしようと思っていますので、今日はゆっくり休んでくださいね。それではまた明日。
おはようございます。昨日のお仕事はどうでしたか？それは良かったです。その調子で頑張れば多くのワンニャンたちを元気にできると思います。おっと、そろそろ。皆さん、おはようございます。これから朝礼を始めます。朝礼初めてでしたね。一日の始まりには朝礼があります。朝礼ではその日の予定を連絡します。大切な連絡もありますので、よく聞いてくださいね。それでは今日の連絡を始めます。皆さんもう知っているとは思いますが、改めて紹介をします。今日から本格的に働いてもらう新人獣医さんです。自己紹介をお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日から診察室に入ってお仕事をしてもらいますので、午前予約をしっかり確認してくださいね。まず午前予約の説明をしますので、他の皆さんはお仕事を始めていてください。わかりました。昨日休んだ分しっかりとお仕事するぜ。それでは午前予約の説明をしますね。まずは予約表を見てください。予約表は3つの診察室ごとに分かれています。青色の診察室は第1診察室、黄色の診察室は第2診察室、赤色の診察室は第3診察室になります。予約表には担当の先生と患者の動物が書かれています。今日私と一緒に第3診察室ですね。診察する動物は1匹になっています。これが午前予約です。わかりましたか？それでは第3診察室に行きましょうか。それではワンニャンの診察を始めましょうか。
さすがです。手際がいいですね。ちょうどお昼休みの時間ですね。私は少し片付けなければいけない書類があるので、先にお昼休みに入ってください。憧れガールズコレクション、ワンニャン動物病院。